Whatever you're doing, hurry it up. You're drawing more of them. See, right now, we'll come back. He's almost done. You're not gonna look like this. I'm trying to save them, Jennings. ヨーブラザー知らせゴールドチャンネルでは、アウトライダー好きのあなたのために最高のコンテンツをお届けしていきます。動画を楽しみいただけましたらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。公開はさせません。今日は冒頭で見せた、動画ですね。で、一応ティア14なんですけども、まあ15まではね、走破できるのであろうビルドを紹介していきたいと思います。冒頭で見てもらった内容だと、まあ火力はかなり維持したまま、まあ、ずっと発射しっぱなし、打ちっぱなしで、さらには生存も考えているビルド。なので、これがあれば、まあ、ソロでやっても大丈夫。ソロだとね、一回、膝ついただけで終わっちゃうんで、みんなでやるよりは難易度高いと思うんですよね。ワンチャン倒れたら終わりみたいな。そういうのも回避必ずできるような、ビルドになってますんで、ぜひ、こちらの方、楽々ソロ攻略ってことでね、皆さんお伝えできればと思いますんで、最後までご視聴の方お願いいたします。はい、じゃあまず武器の方からですね、ライトマシンガン使っていきます。で、どのライトマシンガンでもいいんですけども、まあ、バリエーションのチェンジで、制圧力の高いものにしてください。こうすることによってマガジンサイズが150になります。で、さらには、入れ替えで説明していきます。クラス、上の方に振っていくんですけども、マガジンサイズが 50% 拡大する。これで225発になります。ここはかなり重要なので、まあ、こういう組み方にしてみてください。で、まず2つ目のところに、マガジンの弾幕が残り 35% 以下の状態ならば、敵を倒したら瞬時に弾薬が補充される。補充されるやつが重要ですね。こうすると、35% 以下になった状態で敵を倒すと、撃って倒すと、まあ、瞬時に弾薬が補充されるっていう、能力になります。まあ、これがついているものであれば、何でも大丈夫ですね。で、火力を出すためには、まあ、ダメージリンクス系ですね。まあ、火力、武器ダメージの、やつが連鎖するもの。あるいは、アノマリー系のやつが連鎖するものもあるんで、まあ、それを使うのであれば、まあ、防具は武器ダメージ盛り、ボーナス火力盛りじゃなくてアノマリー盛りにするとか、そういう工夫が必要ですけども、まあ、基本ダメージリンクスみたいなものを使ってみてください。まあ、これが基本となるものですね。で、これを今回使っていきます。はい。じゃあ、今ね、武器の、まあ、回転の話ですね。ずっと打ちっぱなしになる流れは、このバーバチュアム・モーボルで分かっていただいたと思います。あとはマガジンサイズ、225発の 35% 以内で敵を倒すっていうムーブ。まあ、こちらと、あとはダメージリンクスでダメージ上げていくんですけども、どうやってダメージ上げるのかっていうからくり。まずは装備の方からですね。まずこれ武器ダメージ依存のなんですよ。それの 40% が敵に当たっていく。なので武器ダメージをガンガン上げたいんですね。なのでこちらの頭のやつは全部ボーナス火力。あとはできれば10メーター以内で戦うことが多ければ短射程ダメージもつけるとかなり強いと思います。そこら辺ぜひやってみてください。で、もう一つはタレントの方なんですけども、スキルですね。ブラッドラスト。敵倒すと3重複で1849が10秒間。かなり強いですね。で、クリティカルヒットすると5秒間。これも5回重複なんで、まあ、火力が非常に高くなると。
あとはスインテッドラウンド、これが火力に対して 15% 上がっていくっていうことなので、これはもう必須、かなり上がると思います。でさらにはこちらで、まあ、今ね、テンポラルブレードの威力上がってるやつなんで、ここはね、別のものをね、振ったりとかして大丈夫だと思います。いろいろ候補あると思うんで。で、リジュベネーション。これね、HP 回復するものをね、今つけてるんですよ。8秒間。火力が上がったり、アノマリパワー上がったり。アノマリ上がれば火力も上がるっていうからくりですよね。で、アーマーのボーナスもつきます。なので、生存率も、まあ、上がりながら火力もつくっていう形になってます。で、ここまでが装備のビルドですね。まあ、装備関係ですね。で、次が非常に重要なのがスキルの方です。こちら。今回使っていくのはツイステッドラウンドの火力上げですよね。で、もう一つ、使っていくのが、こちらのハントザプレイですね。これを使っていきます。これも非常に強いので、これを使うか、あるいはスロートラップを使うか、そこら辺は皆さんのお好みでやってみてください。で、僕がかなりガチガチに使うのがバロードタイム。これで火力がゴリゴリに上がっていきます。で、今ね、クールタイムが10.7秒になってるんですけども、このからくりと、まあ、いろいろちょっと説明したいと思いますんで、ぜひ見てください。はい、じゃあ説明していきます。まずはこちらのアタックの方に全部振っちゃいます。生存はちょっとさ、後で説明するんで、生存全部捨ててます。で、お話します。まずはこちらで単射程武器ダメージをアップさせていく。火力をゴンゴン上げていきます。アーマー貫通ね。で、武器ダメージ。で、こっちは使いません。ショットガン使いません。で、単射程ね。で、こちらが重要ですね。移動系のスキル、今回2つ使ってきますよね。これを使うとアーマー貫通が10秒間アップしたりとかします。で、こちらで移動系のものを使うとクールタイムが短くなる。で、単射程ですね。で、上の方は使いません。で、アーマー貫通。で、下に行ってアウトライダー初見に。これが非常に重要。これも武器ダメージ。常に武器ダメージ上がってる状態。で、アーマー貫通。で、この上ももちろん使いません。で、武器ダメージ。で、単射程武器ダメージ。で、武器ダメージが8%。で、上の方、ここで止めます。クールタイム15。これが非常に重要。ここまでいきません。回復量は武器についているもので賄いましょう。で、こちら武器ダメージが背後からね、1個入れてますよね。20% アップ。エリートに対する武器。これは、直接狙うのはやっぱ強いやつですよね。で、こちらマガジンサイズ 50%。これが重要ですね。で、ここはね、使わないんですけど、ショットガン入れておきました。なぜなら、こっち。敵が単人数の時、これがね、武器ダメージがね、爆上がりします。ここまで入れましょう。これが、クラスと、さっき言ったスキルの構成ね。で、さらにはイベントリの、もうずっと打ちっぱなし、この構成。で、こんなことやってたら死んじゃうんじゃないかなっていうところ。この HP 回復だけじゃね、なかなか心もとないんじゃないかなっていう話。それをどう解決するのかっていうのをこれから説明します。はい。じゃあまずボディの方ですね。こちらの方で、まあいろいろあるんですけども、まあ、HP 吸収とかね、いろいろ入れてっても OK です。ただ、一つ重要なのが、自分のアーマーも耐性もアップさせることが重要なんで、ダメージアブソーバーをつけたりとかします。あるいは、ドッジロールで、アーマーがね、5秒間増えるっていうのもあるんで、それとかで補っても大丈夫です。で、こちらですね。まあ、どの装備につけてもいいんですが、下のアイストラップ。これかなり重要ですね。自分の HP が 30%。た時に発動するってやつをゴリゴリ入れていきます。で、自身10メートルの範囲、かなり広い範囲にいる相手に氷結効果を得ることができますね。5秒間にかなり強烈なアイストラップがかかります。これでこっちが瀕死状態の時に周りは機能しなくなります。で、もちろんこっちの火力ボーナスアップ系ですね。これ常にダメージもらいながら常に回復していってるんで、ほぼほぼ発動した状態になってるんで、かなり手厚い状態になってます。で、ここが重要ですね。これかなり重要な状態。で、ダメージ食らった時って死んじゃう時じゃないですか。それをバーサビランスシールドで回避することができます。5秒に1回発動するんで、まあ、ほぼほぼちょっと回復して、まあ、シールドが入って、
で、敵が5秒間凍ってます。もうほぼ死にません。このビルド構成であれば。ただ、これだけだと、外から撃たれてるケースにちょっと怖かったりするんで、エマージェンシースタンスで、まあ、ゴーレム。これは自分をシールドで守るプラス自分自体を固くする。10メーター以上から攻められた時に、さらにゴーレム状態になって生存率を上げるっていうビルドになってますね。動画の方だと食らったら凍らせてシールドが、ね、5秒間に1回シールドがアップしてて、HP はどんどん自分で回復しますよね。で、打ち続けてるから回復する。で、さらにはゴーレム状態っていうところで、かなり、手厚い状態。だからここら辺のタレントを積んでおけば、クラスの方で真ん中に振らなくても、先ほどの、まあ、ティアが高い状態でソロだとしても、まあ、ほぼ死ぬことがないような状態までは持っていくことができるんで、ぜひお試しください。で、最後までご視聴ありがとうございます。動画をお楽しみいただきましたら高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。またこのような動画をいくつかアップしてますので見てくれたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイブラザー。